痴漢やひったくり、誘拐などの犯罪から身の安全を守ろうと、北区下飯田町の明北小学校で護身術教室が開かれました。参加したのは明北小学校に通う児童や地域の住民などおよそ350人です。この日は中京大学少林寺拳法部の学生を中心に41人の講師が護身術の指導をしました。はじめに学生たちが手を捕まえられた時の対処の仕方について実技をした後、早速グループに分かれて護身術の練習をしました。最初は慣れない動きに戸惑う参加者も、相手との間合いや体の入れ方など講師が丁寧に指導すると、少しずつコツをつかんで技の習得に励んでいました。このあと寸劇形式で見事な技の数々が披露されると、会場からは大きな歓声が上がりました。教室は午前中いっぱいかけて行われ、参加者は防犯への意識を高めるとともに実践的な技を身につけました。いろいろなんか悪い人とかの逃げ方とか教えてもらって、面白かった。なんか手つかまれたりとかした時に、なんかこうやってひねったりとかして相手がつかみにくくするのは難しかったけど、慣れてくると結構うまくできたので、なんか良かったです。いざとなった時に役に立ちそうです。そういうことをやることによって動けるようになるというか、大きな声が出せるとか、まずその一歩が大事だと思うので、はい、それが学べただけでも素晴らしいと思います。